僕らの別荘。美味しい、それうまい。やっぱもう大阪にしかないですからね、カルド。味もな、確かに、うん、出汁の味だしな。そう、やっぱ大阪っすよね。大阪のことは詳しい？いや、詳しくないです。この間行って、うん、それこそあの商店街みたいなとこ歩いてたら、うん、その定食屋みたいなとこ看板なんかあって、うん、一番でかいとこに、うん、焼きそば定食とか、あ、お好み焼き定食、本当にあんだ、本当にあんだと思って、マジでそういうので米食うみたいな、うん、やっぱだからそのもう本当に大阪の人はそう食べんだなと思って。あ、話には聞いてたけど。確かに、うん、らしい、うん、そこ大阪で言うとなんだけど、もうん、あの、つあ、ないね。ないのに入ってきた。そう、なんかどうにかならないかなと思って。ノープランで走り出したの。ごめんなさい。やめな。走り出した。変な空気になることあるよ、絶対この先それ。ごめんごめんごめん。めちゃくちゃありそうだったから。確かに。変な空気で言うと、もう、いや、なんだ。ないないだろうな。怖かった今の沈黙。あ、おしまいの合図。おしまいの合図で言うと、おお、すごいね。ないね。ないだろうな、それ。なかった。おしまいの合図なんか誰も一個もないと思う。なんかあるかと思ったんだけど。いや、やめな、それ。ないで言うと、ないで言うとはねえのないで言うと、ないね。ないじゃねえかよ。それはないだろ。ないで言うと始まってんの。そうかそうか。なんだよこの時間。なんだよこの時間で言うと。あれあれあれ、会ってくれ。頼む。かいかいかい。ある、ある。いや今だよ。ないね。なんだこの時間の話。今できたよ。俺この話今度するわ。そんな振りあったら。石で言うとないね。石で言うとないね。いや、こんだけ一緒にたら何個かあるでしょ、エピソード。ないないね。俺の。ないね。喋って変なとことか。石で言うとないね。言えないことしかないね。言えないことしかないね。ないで言うと。ないで言うとはねえのかな、ないで言うと、うん、ない、ね。ないじゃねえかよ。